はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は365日のソロギターをお届けいたします。本日演奏する曲はロンドン橋になります。ぜひ見ていってください。はい、今日お届けするロンドン橋ですけれども、皆さん一度は耳にしたことがあるんじゃないかなと思います。今日はそれをですね、ソロギターでやってみたいと思います。演奏の後にですね、ちょっとした解説もありますので、演奏してみたいという方はぜひ見ていってください。それではどうぞ、ロンドン橋。はい。それではですね、演奏の解説をちょっと行っていきたいと思います。まずですね、1小節目ですね、この G っていうコードがあるんですけれども、G ね、普通こうやって押さえる方が、弾き語りだったりとか伴奏とかの場合は多いですけれども、ソロギターの場合はその時出したいメロディーが出るように押さえますんで、まず1小節の1拍目ですね、ほんと一番最初のやつ、この小指がですね、1弦じゃなくて2弦にあります。1弦は、この後開放のこの0で弾くことになりますので、1弦には指は触ってないですね。なので最初押さえてる、ところは、薬指が6弦の3フレット、そして小指で2弦の3フレットを押さえて、この音から始まるって感じですね。そして1弦の開放にメロディーがいって、で2弦の1フレットにメロディーがいくときに人差し指でこういう風にいってますね。でまた再び小指のに戻ってくるというこんな感じですね。ここは一つポイントになりますね。そしてその先、ここも D7 っていうこのコードなんですけれども、最初 D7 全部いっぺんに押さえるわけじゃなくて、1拍目はまだこの、3弦の2フレットだけしか押さえてないですね。その次にこの00、これがあるからですね。そしてここで人差し指が登場して、それでもこれ D7 のこの形全部押さえてないですね。この1弦は今使ってないので押さえる必要はないんですね。こんな感じで、もう一回同じことが繰り返って、で繰り返していくっていう感じですね。で、あとですね、ちょっとですね、気が使える方はですね、この1小節目の一応僕ここで、この3拍目の音ですね、4拍目に休符入れてありますけれども、ここをですね、こうやって音を伸ばして弾いてもいいんですけど、ちょっとこう音が止まった方がちょっとキレがあるかなと思って、一応こうやって音を止めに行ってます。で、音を止めるときは右手で、この場合僕は止めてますね。ここで親指で4弦打った瞬間に、他の指が、この2弦を中指が下がりに行って、この時はまあ3弦も一緒にミュート入れないといけないんで、3弦と2弦を触りに行って、こういうこともちょっとチャレンジしてみると、いろいろと、コントロールの幅が広がると思います。この時にね、左手の小指を力を抜くことでも、こう、ちょっとミュートみたいな感じになるのはなるんですけど、右手で止めに行った方が、止めるタイミングはね、右手の方が、正確に制御できますんでね。ぜひこういうことにもちょっとチャレンジしてみてください。はい。ということで、本日は365日のソロギターでロンドン橋をお届けいたしました。ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。